私が教官の天野雄一です。よろしく。はい。バットレトロゲームチャンネルです。今日は天野雄一先生の教習を受けたいと思います。で、おはようございます。はい、教習を始めますよ。シートベルトは忘れないでください。車を出してください。で、まあ、右、左、右、見て。そのまま、まっすぐ走行してください。ハンドルをゆっくり左に回してください。今、左側で乗り上げるかなと思ったんですけど。ハンドルをゆっくり左に回してください。セーフでしたね。次の角を左折してください。目視して巻き込みをチェックしてください。で、大丈夫です。で、まあ信号待ちがあります。まあ車内の信号待ちだったらまだそんなに長くないんですけど。次の角を右折してください。右に寄せてください。信号待ちが長かったりします。ゆっくり減速してください。来てないって。そのまままっすぐ走行してください。こんな感じで走ります。ハンドルをゆっくり右に回してください。ハンドルをゆっくり右に回してください。次の角を右折してください。次の角を右折。ゆっくり減速してください。で、車が来てないので、大丈夫か。次の角を右折してください。次の角を右折。左右の安全を確認してください。出ないで、そのまままっすぐ走行してください。車庫に車を入れてください。そこの車庫に止めましょう。で、まあこれで終わりです。ハンドブレーキを引いてください。お疲れ様でした。素晴らしい運転でしたよ。合格。この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。